ヤクルトは13日、球界野手最年長のヤクルト、青木宣親外野手、42、が今季限りで現役を引退すると発表した。同日午後に記者会見を開く予定。日米通算21年目の今季は61試合の出場で、打率192、9打点。8月5日に出場選手登録を外れた後も、1軍に同行していた。写真、ミッキーマウスバンカーで記念撮影する青木宣親、青木幸夫妻。宮崎、日向市出身で、日向坂、早大を経て2004年にドラフト4位でヤクルトに入団。2年目の5年に202安打を放ち、打率304で首位打者と最多安打、新人王に輝いた。10年にも209安打をマークし、プロ野球史上初となる2度のシーズン200安打以上を達成。10年から2年間は背番号1をつけ、ミスタースワローズを継承した。11年オフにはポスティングシステムを利用し、米大リーグ、ブルワーズに移籍。17年6月に日米通算2000安打を達成した。12から17年までの6年間で、メジャー7球団を渡り歩き、18年に、この球団を愛している、とヤクルトに復帰。精神的支柱としてチームを牽引し、21年には悲願の日本一を成し遂げた。